細川誠也、106安打、リーグ1位、OPS845、リーグ1位。ようやっとる。最近不調やな。平田みたいに並んでほしいから、今シーズン20ホームランは行ってほしい。勝負どころで打ってほしい。OPS845 でトップってなんだよこのリーグ。首位打者も2割台やで、ヌレスポやべえよ。長打減ったよな。打ち底やな。去年の格変だと思ってた。今年のボールなら20本で上出来やな。立浪にあだこうだ言われる模様。加藤玉の長野も OPS こんくらいで1位やったわ。意味のない活躍だよ。長野と一緒でボールのせいで通算成績が伸ばせないの悲しいよ。立浪和義は不満な模様、なお中だ。細川はすごいけどリーグ1位の OPS としては寂しいし、やっぱヌレスポってクソだわ。地味に怪物やぞこいつ。ホームバンテリンプラス飛ばないボールだから実質 OPS10 は余裕で超えとるわ。合格倍。MVP? 1リーグ時代の1942年後正幸翔征。286一人だけで、2リーグ制になってから2割台首位打者いないんやが、丸か細川が3割フィニッシュすることを願うしかない。もう去年の支給数超えた？村上抜かれたんか。パリーグも近藤とかいうチートいなかったら、首位打者2割台ありえたな。合格倍、FA できてな、5年後くらい。細川の後ろがひどいから全然勝負してもらえへん。歩かせても良い配球ばかりされてる。3番細川4番福永がよくね。中田がひどいみたいな言い方はやめろ。代わりの2番は誰になるの？カリステ？いいね。845でリーグ1位がグロい。ヌレスポほんま。今年の NPB 全然追ってないけどクソつまんなそう。もっと何もかもイマイチかと思ってた。また最近アベレージモードになってるよな。ご自慢の笠原翔太郎は2年連続でゲンドラ大当たり枠出たらゲンドラ返し決めたやつ超優秀やな。誰か忘れたけどオックス1位村上ちゃうんかよ。1人だけ20本なのに。2軍で結果出したのに消えてった待機たちいっぱいおるけど、彼らもちょっとしたことで別の未来があったんやろな。